日韓首脳会談も幻に強制労働竹島水産物両国間に悪材料が続出韓国ネット国交断絶こそが正解もう良好な関係には戻れない2015年7月22日韓国ヘラルド経済は日本の世界遺産登録や竹島の領有権問題韓国による日本産水産物輸入規制など 日韓の間に悪材料が続出し、両国関係が白氷の上にあると報じた。国交正常化50周年を迎え、両国が友好ムードに傾くかと思われたところで、まず問題となったのが、世界遺産に登録された日本の施設での強制労働だ。韓国が主張する強制労働を日本側は認めておらず、合意の糸口は見えていない。また21日 日本の防衛白書で竹島を日本領土としたことについて韓国側は未来への努力を無にすると猛抗議したさらに同日日本政府は韓国が行っている日本産水産物の輸入規制について世界貿易機関 WTO に提訴する方針を明らかにし韓国での反発が強まっているそして最大の懸案とも見られているのが 安倍晋三首相が8月に発表する予定の談話の内容だ。謝罪やお詫びの文言を盛り込むかは明らかになっておらず、韓国の外交関係者からは、内容によっては秋にも開催かと思われた日韓首脳会談の実現も遠のくとの指摘が出ている。これについて、韓国のネットユーザーからは、さまざまなコメントが寄せられている。安倍首相は、韓国を国とは思っておらず。 自分たちの植民地だと思っている。国と国との外交とは思えないただやられるばかりの韓国政府が情けない国交断絶こそが正解韓国も日本との努力はやるだけやったもう終わりにしてもよいのじゃないか良心的な日本の首相が誕生しなければならない安倍はわざと言ってるみたいだね安倍と兼政恩、キム・ジョンウンさえいなければ 世界は平和僕、ムクゲ恵、パク・クネ大統領は、何を根拠に、日本との交渉がうまく行っているなんて言ったのかな。夢でも見たのかここまで来ると、さすがにムカつく。日本のヒトラー、安倍、首相の口から何を望むんだもう良好な関係に戻れる状態じゃなくなった。野武史ノム武ョ元大統領なら、 東京にミサイルを撃って、対馬に爆撃機を飛ばしただろうけど、新日の僕、ムクゲめぐみは、目を閉じ、耳を塞いでいる、翻訳、編集わけ。レコードチャイナ、7月23日、木5時4分配信。http:// ヘ<話>ッドリ y ス h o o .co.jp://a20150723 h 0 000000966cn。